始まりました、姫のふわふわゲーム。わー、あれ、ハチワレさんがいない。ちょっと待って、ハチワレさん、よいしょ、これで見えるかな。あれあれれ、ちょっと近いか、この辺かな。かわいいよー。よーし、これでメンバーが揃いましたー。前回のあの100個の質問の50個の動画見ていただけましたでしょうかちょっと27分とちょっとっていう長い動画になってしまいましたが、どうでしたか姫は結構編集を頑張りました。えへんでも27分以下に縮めることができなくて、ちょっとって感じではあるのですが、でもなんかもう本当に無理しなくていいので、本当にすることがないなーっていう時に見ていただけたら嬉しいです。そしてこの動画では100個の質問の残り50個、50から100までの質問を答えていきたいと思いまーす。100個、今日50個やるから、この100個に到達した時には、もう、姫マスターになれているかもしれませんよそれでは、早速、長くなっちゃうので、質問を始めていきたいと思いまーす。51、好きなスポーツは？姫の好きなスポーツは、自分がやっていたこともあって、テニスです。あと、見るのは、サッカーも、野球も、大好きです。姫はしょっちゅう、野球観戦とかサッカー観戦に、一人で行っていました。質問52、好きな場所は？好きな場所は、もちろん、東京、ディズニーリゾートでーす。質問53、好きな言葉は？好きな言葉は、小学生の時に先生から教えてもらった天真爛漫っていう言葉が大好きです。質問54、好きなアーティストは？好きなアーティストさんは、特にその、姫が推してる、ものすごく推してるアーティストさんとかは今はいないんですけど、唯一最近割と直近でライブに行ったのはミーシャさんです。ミーシャさんの歌が大好きです。質問55、好きな芸能人は？好きな芸能人の方は、外国のタレントさんで、レディー・ガガさんが大好きです。質問56、好きな本は？姫の好きな本を紹介しちゃいます。じゃじゃん！ディズニーの大丈夫、魔法は心にという、ディズニーの可愛い絵が描かれて、そこにお話の中の名言とかが書いてある素敵な本が、大好きでーす。読んでみてくださーい。質問57、好きなキャラクターは？好きなキャラクターは、トカゲさんが見てるし、ハチワレさんが見てるし、言いづらいっていうか、みんな大好きでーす。質問58、好きな映画は？好きな映画は、ディズニーの作品の昔、ちょっと昔あったミスターインクレディブルっていう作品が大好きです。こう、パワーをいろんな力持ちとか、こう、透明になれるとか、いろんなパワーを持った家族の物語なんですけど、なんか夢とか希望とか、そういうものがたくさん詰まっていて、もう今までに50回以上見ています。質問59、好きな色は？好きな色は、ピンクでーす。質問60、好きな季節は？
好きな季節は、この今ちょうどこの頃の5月あたりの気温がすごく過ごしやすくて好きなんですけど、姫はやっぱりクリスマス生まれなので冬が一番大好きです。質問61、好きな曲は？姫の今一番好きな曲は、ちょっと歌っちゃうよ。大空目がくらむけれど、ときめく胸初めてあなた見せてくれたの。アラジンのホールニューワールドです。姫ジャスミンになりたい。質問62、好きなゲームは？好きなゲームはつむつむです。つむ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 。質問63、好きなブランドは？好きなブランドはたくさんお菓子のメーカーだったり洋服のブランドだったりたくさんあるのですが、やっぱり一番好きなのはディズニーでーす。かわいい。質問64、経験してきたスポーツは？経験してきたスポーツはヤッホーヤッホーテニスです。質問65、学生時代に得意だった科目は？学生時代得意だった科目はでも唯一ちゃんとできてたのは体育だったと思います。見えるかな。質問66、よく聞く音楽は？姫がよく聞く音楽はディズニー音楽からクラシックからヒップホップとか洋楽とかいろんなジャンルを聞いてると思います。もちろんロックも聞きますよ。質問67、家での過ごし方は？家での過ごし方はベッドでゴロゴロってしてみたり、冷蔵庫から美味しいものをこそっと取ってパクパクっと食べたり、あとはお風呂でまったりしたり、とにかくゆっくりと過ごしています。質問68、もしも魔法が使えたら？もし魔法が使えたら、でも姫は昔からミュージカルが大好きなので、このみんながこの生活してる普通の会話とか、あとはこういろんな仕草とかをミュージカルにしてみたいです。なんか私トマト買うとか、でもカオスになっちゃうかな。いやでもやってみたい。そしたらモブくんと姫はこう舞踏会で踊ってみたり、なんかすっごく夢があるから、こう魔法で姫がこの日本をミュージカルにしたいです。質問69、総理大臣になったら何を変えたい？総理大臣になったら何が変えれるんだろう。でも姫がもし姫総理大臣、何かやりたいことはありますかって聞かれるんだよね。そしたら街の標識とか道路とかいろんなものをピンクにしたいかもしれないです。ピンクで溢れるのなんかすっごく可愛いし、でもピンク以外の色を好きな人もいっぱいいるから、でもやっぱり街をピンクにしたいです。質問70、今の目標は？今の目標は、とにかく健康で楽しく毎日を過ごすことと、モブくんと仲良く楽しくすることと、あとはみんなに笑顔になってもらえるような活動、かわいい活動をすることです。質問71、ストレス解消法は？姫のストレス解消法は、なんだろう。
美味しいものを買ってきて家でこうちょっと贅沢だなって思うけど食べたり、あとはこう可愛いお洋服を買ってみたり、こう可愛いアクセサリーをつけてみたり、こう自分の中の意識をどんどん上げてモチベーションを上げてマックスにしてストレスを解消しています。質問72、尊敬してる人は？尊敬している人は、姫の家族のことももちろん尊敬してるし、友達のことも尊敬してるし、もちろん姫の心を救ってくれたモブくんには感謝してるし、尊敬してるし、あとはいつもこう見に来て応援してくれる皆さんのことも尊敬してるし、というかこの社会に出たみんなすっごく頑張っていて、姫の尊敬する人です。みんな、でもトカゲさんも尊敬してるし、ハチワレさんも尊敬しているし、姫もそんな尊敬される人にいつかなりたいです。質問73、国内で行ったことがなく旅行したい場所は？国内で行ったことがないけど旅行したいところ、でも行ってみたいなと思うのはやっぱり沖縄です。沖縄の綺麗な海に入って、でもこう新幹線とかでもまだ行けてないところがあったりするから、でも一番は沖縄です。質問74、国内で行ったことはあるがまた旅行したい場所は？もうこれもディズニーって答えたくなるんですけれども、行ったことあるけどまた旅行したい。姫は高校の修学旅行で一度だけ北海道に行ったことがあるんですよ。それで北海道でスキーして、そう、スキーをする前まではスキーって楽しいのってずっと思ってたんですけど、スキーがすっごく楽しくて、だからこの関東にやってきた後も新潟にスキーに行ってみたりとかスノボやってみたりとかハマったので、もう一度札幌スキー場だったかな、忘れちゃったんだけど、とにかく北海道のスキー場に遊びに行きたいです。質問75、海外で旅行したい場所は？海外は姫一回も海外に行ったことがなくて、で飛行機が苦手だからあんまり行く予定を立ててはないんですけども、でも行きたいのはやっぱりアメリカのディズニーワールドに行きたいのと、でもイタリアとかでオペラとかも聞いてみたいし、アメリカでミュージカルも見たいし、でも一番はディズニーです。苦手なことは？姫の苦手なことは、一個前の質問と同じ感じになっちゃうんですけど、飛行機が結構苦手で、飛行機ですね。なんかこう狭いというか、広くてすごく快適ではあるんですけれども、姫なんて言うだろう、耳抜き？息抜き？耳からこう空気をブチブチブチってなっちゃってすごく痛くなることがあるので、ずっとちっちゃい時から苦手意識があって、だから飛行機は苦手です。質問77、嫌いな食べ物は？苦手な食べ物は結構あって、なんかこう匂いがちょっときついものとかは非常に苦手で、パクチーさんだったりセロリさんだったり、あとなんだろうなぁ。でも食べれるけど、好んでは食べないのは、でもチュロスは好きなんですけど、シナモンとかはちょっと苦手です。質問78、好きな曜日は？好きな曜日は、今まではその土日ライブに出ることが多かったので、やっぱり土日はモブくんと会えるっていうので、大好きだったんですけれども、
うん、でも仕事をやってた時は、花の金曜日はやっぱりこう、やったーっていう思いがあったし、金曜日かな。みんなはどの曜日が好きですか？質問79、一日で好きな時間は？姫の一日で一番好きな時間は、こうお風呂に上がって、もうお布団の中にこう入って、それから寝るまでのちょっとした時間が大好きです。その前にこうつむつむをやってみたりだとか、一番リラックスできる時間だと思うので、その時間が至福のひとときです。質問80、テンションが上がる瞬間は？テンションが上がる瞬間は、でも美味しいものを食べて、だいたいこういただきまーすって食べて、ちょうどこう味が神経にヒーって言って美味しいってなる瞬間がたまらなく好きです。質問81、最後の晩餐に食べたいものは？最後の晩餐、最後の晩餐ってちょっと悲しくなるからあんまり考えたくないけど、でもいつも食べてる姫の大好きなものを食べるとなったら、ちっちゃい頃からずっと大好きなとんかつを食べたいです。質問82、一日だけ誰かと入れ替わるなら？一日だけ誰かと入れ替わるなら、でもやっぱり一緒に漫才をやってるし、モブくんと姫でこう入れ替わってみたいです。抹茶くんとコウセンくんとどっちかって言われたら、でもどっちも良さがあって、どっちも二人と入れ替わってみたいんですけど、姫はモブくんみたいにこうリュックを背負っても、ちょっと後ろが怖くて、あーってなれないから、モブくんみたいに強い気持ちがあればできると思うから、抹茶くんとモブくんの強い気持ち、強い気持ちになってみたいです。質問83、生まれ変わったら何になりたい？生まれ変わったらでも姫は今この姫という暮らしが大好きだから、生まれ変わっても姫になりたいです。質問84、チャームポイントは？のチャームポイントは、チャームポイントはこのお目目です。モブくんもよく吠えてくれるんですけど、この結構パーッと表情がいろいろ変わるって言われるので、姫はこのお目目がチャームポイントです。質問85、自分の体で好きなパーツは？自分の体で好きなパーツ、でもずっと姫はピアノをやってきたので、この自分の手が割と好きです。冬になったら乾燥でカサカサになってしまうんですけど、今はすごくスベスベしていて、多分指もちょっと長い方だと思うので、姫はこの手が好きです。質問86、自分の中の強みは？強みは飽き性なんだけど、一回飽きてももう一回こう熱中する力を持ってるところです。でも姫も自分の強みはそういうところだと思ったんですけど、いざこうモブくんと接してみたら、姫よりもモブくん、姫よりもモブくんの方が諦めない気持ちとかそういうのが強くって、だから姫のライバルであり親友であり、もうお手本にしてる存在です。質問87、今の仕事をしてなかったら何の職業についてたと思う？
今の職業じゃなかったらどんな職業に。でも姫が今までなりたかったのは、女の子がやっぱり憧れる職業のキャビアアテンダントさんとか、あとはアナウンサーさんとか、あとはこう女優さんとかになりたかったんですけど、姫は飛行機がそんなに得意じゃなかったり、あんまり滑舌が良くなかったりとか、でもいろいろ考えても、ドーナツ屋さんになりたいかもしれないです。姫もなんかオリジナルの可愛いハートのドーナツとか、こうみんなが見ても可愛いし、食べても美味しいし、安いし、みたいな素敵なドーナツ屋さんになりたいって、今も思ってまーす。質問88、口癖は？姫の口癖は、恥ずかしいんですけど、って言ったり、ですけどって言ったり、あと、わーっていうのが、多い気がします。もうこれは自分の YouTube とか動画を見てて思うんですけれども、でもこれは姫の口癖であり姫の良さでもあるかなと思うので、あ、また言ってると思って何回も聞いてください。質問89、視力は？姫の視力は、姫は普段コンタクトを入れていて、これでバッチリ見えてるんですけれども、裸眼だと本当に何も見えなくって、それこそちっちゃい頃から魔女をやってたので、やりすぎていたので、そういうので目を悪くしてしまったのですが、今はコンタクトをしっかりしているので、バッチリみんなのことを見ていまーす。おめめー。またできた。質問90、最近ポチったものは？最近ポチったもの、姫はあんまりネットでお買い物をすることは少ないんですけれども、GU のオンラインショッピングをしたので、その洋服をポチッと押しちゃいました。質問91、メイクのこだわりは？メイクのこだわり、メイクのこだわりは特にはなくて、でもなんかこう可愛く見えるようにメイクしています。特にすごくこだわってるわけとかではないのですが、こう顔が明るく見えるようになるべくピンクっぽい色を取り入れてメイクしています。モブくんが可愛いって言ってくれるからずっとそうしています。質問92、ヘアのこだわりは？ヘアのこだわり、特に姫は髪型のこだわりはなくて、でもこれを外して、でもいろんな髪型をしたいので、姫はこうポニーテールをやってみたり、こうツインテールをやってみたりで、姫モブくんと姫で活動するときはここでツインテールをして、今日くるくるくるって巻いてみたり、いろんな髪型を試しています。でも姫がくるくる、ここツインテールにしてくるくるくるってしてるのを、モブくんがラジオの題名というかチャンネル名を決めるときにおくつらって言って、おたさわの姫のくるくるツインテールってしてくれたので、最近の私が好きな髪型はくるくるツインテールです。あ、ラジオもやってるので、 FM なんだったっけな、おくつらで検索してみてください。質問93、貯金している？貯金は、あんまりしてないと言ったらうっかりさんがバレちゃうんですけれども、でも毎月というか少しずつこうお金を
モブくんと姫で出し合っておたさわ貯金というものをしています。いつかこのおたさわ貯金が貯まったら、こうなんかみんなが喜んでくれるようなものをこう企画してみたりとか、あとはこう動画をモブくんと楽しい動画を撮るためのお金にしたりだとか、あとはこうコントをするときに衣装とかコント道具を買うことがあるので、それを3人がこう少しずつ貯金していったおたさわ貯金の中から買うようにっていう風にしてるので、貯金はしています。質問94、過去に戻れるならいつ？過去に戻るなら、この過去に戻ってまたここに戻ってこれるなら、小学生ぐらいのランドセルをからってこうウキウキしながら登校していた時代に戻りたいです。でも戻ってこれないのであれば、今が十分楽しいのでずっとこのままでも大丈夫です。質問95、結婚願望は？結婚願望はあります。姫の昔からの夢である花嫁さんになって、こう白い可愛い純白のウェディングドレスを着たいなという夢があるので、いつかは誰かのお嫁さんになりたいです。質問96、子供は何人欲しい？子供は一人いてくれたらもうそれだけでも嬉しいし、二人いても嬉しいし、三人いても嬉しいし、何人いてもオッケーです。質問97、都会派田舎派？悩む問題で、姫が生まれたのは田舎で、でも今楽しいのは都会で、このはどっちにも行ったり来たりするのが一番いいんだけど、でもやっぱりちっちゃい頃からずっと田舎で育ってきたので、田舎の良さはすっごく身に染みているというか感じているので、でも都会楽しいから、どっちも好きです。あ、もし姫が田舎に行ったとしても、こう月に一回とか都会に行って、やっぱりディズニーリゾートには絶対に行きたいので、こういろいろこうアクティブに往復するというか、こう移動する生活が姫の夢です。質問98、住むならマンション派戸建て派？でもマンションもすっごくいいところがあって、特にこう東京とかのマンションを見ていたらすっごい素敵だなと思うマンションもたくさんあるし、かといって私が育ってきた田舎ではすごく綺麗なお庭があったりとか、狭くても家族みんなでこう楽しめる戸建てがあったりして、これはどっちも良さがあるので、どちらでもありです。どっちでも嬉しいです。質問99、どんな人に魅力を感じる？どんな人に魅力を感じる？でもやっぱり姫が一番大事なの、大切だなと思うのは、すごく優しい気持ちを持っている人だと思うので、優しい人に魅力を感じています。姫もたまにうっかりさんを起こしたあーってなってしまうことがあっても、モブくんは大丈夫だよ、ゆっくりでいいよって言ってくれるので、モブくんに魅力を感じています。質問100、ここまで質問にたくさん答えた感想を。ここまで、もうこれで100問なのかと思って気もびっくりしたんですけれども、姫はこう言葉がしっかり出るタイプではないので、何言ってるのって思うところもあったかもしれませんが、最後まで聞いていただいてありがとうございました。やりきった。皆様、50個の質問後半は
いかがだったでしょうか。姫のことをたくさん知ることができましたか。はーい。あ、もうでも姫が勝手にここまで動画を見てくれた皆様は姫マスターに認定しまーす。すごく悩む質問がたくさんあってパッと出ないこともたくさんあったのですが、とりあえず1から100までお答えすることが、答えることができました。ありがとうございます。おい、姫はこんな一人でカメラの前に立ってこんな質問に答えられると思ってなかったから、姫もあ、こういうことできるんだってすごく心強くなりました。この質問をあとはモブくんにもマッチョくんにもコウセンくんにもやってみて、もっともっと3人の仲を深めていくことができたらなと思っております。あとはこの長い動画を姫の変なこの接続詞があったりとか、いろんな言葉の使い回しがあったかもしれませんが、それを長く優しい気持ちで見ていただいて本当にありがとうございました。これからも姫はおしゃべりを上達させるために YouTube も頑張っていくので、よかったら見てください。ということで、今日は50の質問、トータル全編と合わせて100の質問を見ていただきありがとうございました。ではまた明日からは普通の質問だけじゃない楽しい動画を、可愛い動画を作れるように頑張ります。ではバイバーイ。トカゲさんもハチワレさんも見てくれてありがとう。